はい、こんにちは。逆行整備積分数2積分編の、歩行ということで、積分定数 C って何なのって話をちょっとだけ、していきます。ちょっと込み入った話になるので、ふーんって聞いててください。別に何もこの知識が役に立つとは思いませんって言っちゃダメだけど、はい。で、今までどんなことしてきたかっていうと、なんか関数 FX の、前回やったことは、不定積分を求めましょうってことをやったわけですね。不定積分で、不定積分っていうのはどう表せるかっていうと、インテグラル、フレックス DX と、これをこう積分するという作業だと言いましたね。はい。で、これは、こう書くんですけれども、不定積分っていうのは原子関数たち全て全体を表すので、こう書いちゃいましょうか、ね、C、C っていうところに含みを持たせて、こいつは全体を表すというふうに考えましょう。で、こんな作業をしてたわけで、ここに出てきた C がこいつなんなんみたいなことをちょっと考えたいなと思ったんです。で、ちょっと一番最初ね、このカリキュラム一番最初は面積、求めたいってところが始まって、面積を求めることにこう主眼を置いてこうカリキュラム進んできたんですけど、もう一回、面積に立ち戻って考えてみたいなと思いますが、一番最初にね、不定積分の前に、不定に対してね、これ名前、前回言いましたんでしたけど、不定と定ってありましたね。定積分先やって不定積分っていうのを前回やったんですけど、なんで定積分の方で考えるんですね。定積分っていうのは何かって言ったら、面積ですね、言ったらね。A から B までの FX、DX。はい、これを何を表すかってちょっと書いてみましょうかね。感じですね。ちょっともう、あえて Y 軸は書きませんけどね。いいですか？いいでしょうか？書きましょうかね。はい。Y で X 圧すると、FX っていうグラフがあったとしますね。はい。で、これ、何かって言ったら、A から B までの面積求めなさいって言ってるんですね。なんで、ここら辺に、A があって、ここら辺に、B があって、ね。A から B まで面積求めてくださいって言ってますから、こう求めるべき範囲っていうのは、ここですね。こいつが、ちょっと書いておくと、インテグラル AB、FX、DX なんですよね。っていうことです。はい。そんな知ってるわと、ね、なってほしいんですけども、0。はい。で、一応書いておくと、これは、具体的に計算としてはね、こんなことやりましたね。こうですね、ここに原子関数ぶち込むんですね。で、原子関数っていうのは FX、プラス C してもいいんですけど、ここでいいですね、別に。つまり、F、ラージ FB からラージ FA を引くんだと、この作業だと言いました。ここは全然何も新しいこと言ってないんですけど、ところが、これを定義するときに若干考察したことなんですけど、これ A から B までっていうのをね、どう求めるかっていうときにですね、こんな風に分けて考えたこと覚えてますかね。ちょっと新しいことしますが、0から B までの FXDX から引くことの0から A までの FXDX とこうしていいんですね。これなぜかって言ったら、0から B までの積分、0から B までの面積から0から A までの面積引けばいいじゃんと。これグラフ見たら一目瞭然ですね。ここ0から B までの面積をさっき求めておいて、そこから0から A まで引けばいい。0から A までこの細いとこを引けば、求めたいここが出てきますね。っていう話なんで、これは自然に出てくる。これやりましたね。なんですね。で、ここ皆さん、勝手にというかね、僕がやったからなんですけど、ここ勝手に0にしましたよね、これ。なんか気分ですね。これ気分、0の方が綺麗じゃねえかと思って0にしたわけです。が、よく考えるとここ0じゃなくていいじゃないですか、別にね。と思いません？と思ってほしいですね。別にゼロじゃなくていいですね。どういうことかというと、ちょっとこんなものを考えてほしいね。ね、C、C ってちょっとややこしいけど、C でいいか。この C とちょっと違うんだけどね。この C が大文字の C であることをね、明記するために、こう、キュッてやってきますね。はい。C から A までの FX、DX、引く C から、違う、こっち B やな。ちょっともうこいつ、ちょっと、どっか行ったし。行間詰めすぎた。C から B まで FXDX から C から A まで FXDX を引いたものと、
ちょっと比べてみたいなと思うんですが、これ何言ってるかっていうと、まずこいつは、何考えてるかっていうと、ちょグラフで考えるとですね、C から B までって言ってるんですよ。で、C は今、どこにあるか全然不明なんですけど、不明ってことは別に適当でどこでもいいってことなんですよね。どこでもいいので、あえての緑でいくと、まあ、ちょここら辺に C があったらしましょう。なんか緑多分ね、わからない。赤でいいですか？なんか、あんま見える必要がないので、あえて赤でしましょう。はい。C ですね。なんか C 適当になったと。で、まあ、バチッと切りましょうか。ね。で、こいつ何言ってるかっていうと、こいつね。C から B まで FX DX ね。で、ここです。ここ。ね、ここ。これが、C から B まで FX DX。かかんでも分かるわいって、そんな感じですね。かかんでも分かりますね。で、あえての青。で、じゃこっちね。C から、C から A までは何なのかっていうことをちょっと考えるわけですね。C から A までってここですよね。ここですね。ここは、C から A まで FX DX。ということなんで、もちろんここからこれを引けばこれ出てきますからイコールだったとなります。大丈夫？確認してください。 OK。 つまりこの0って何だったかというと、0にこの本質的な意味はなかったね。0ってのはただの基準点で、0から測って B まで、で0から測って A まで、で差分を取れば A から B までになりますよね。いいでしょうってなるね。じゃあ別に0じゃなくていいじゃないですかね。マイナス5から B まで、マイナス5から A ま で差を取れば A から B まで、ああいいじゃないですか。だから別に何でもいいんですよ。だからここの C っていうのはもうすごいというか別に何でもいいと、自由度がありますと。でこの自由度がこの不定積分、原子関数につくこの積分定数 C に絡んできてますと、そういうことです。はい。なんでこれはなんてイコールこれね。で、まあ、なんだろうな。このイメージでいくと、すごいわかりやすいんだけど、どうやるんだっけな。何かと何か比べて、C と、はい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 。なるほどね。はい。で、最後ね、こいつとちょっと、比べてほしいなと思うんですけど、これって、何だったかっていう、これをね、例えばこれ消していいかな、消しますね。こいつなんですけど、これは B から C まで、C から B までの FX DX ってことで、積分を表してるんですが、さっき言ったこの C から B までから C から A まで引くってことは、今まで考えた0から B まで0から A までっていうのの差は、要するに C から0までなんですよね。 C から0まであったと。でこの差が実はこの積分定数 C だったと、そういうことになります。まあこれが分かったところで何なんですかって感じですけどね。うん、いいですかね。なんでちょっとこれをちらっと覚えててほしいなということで今回やりましたと。なんで、これをここに戻して積分をするとまたうまいこといくんかな。だから C コマイナスで、うん、そうですね。よいしょ。ちょっと合ってるかどうか、この上下は今心配に確認したんですが、つまりグラフ書いてくれたときに、もちろん C と A と B の位置関係っていうのは別に何でもいいんですね。今たまたま C が A と B のより左にありましたけど、別に右でもよくて、で結局、まあ、積分って右側に測っていくんじゃなくて左側に測っていくことに許すというふうにやりましたから、結局のところ、この自由度っていうのはこの C から0までの面積ね、これ面積表しますからね、 C から0までの面積が自由度を持ってこの積分定数 C として出てくると。でもちろんこの C っていうのはもう ここにね入れた時にね、例えばここに F ラージ FX プラス C ってした時も B を入れて E を引けば消えるっていうのが、あの面積でいうと重なっているところが消えるってことに対応してますよと、そういうことでした。はい、いいですかね。はい、じゃあこんなもんでしていきましょう。でなんだ、次回がですね、あれだ、じゃあ本当に最後に確認を若干今までの総ざらいをして終わりましょう。はい、お疲れ様でした。